どうも、趣味はおじさん、心は乙女、獅子女 YouTuber の掛崎ギャスです。本日ホーム戦ね、最終戦対日本ハム戦、なんと4対0で勝ちました。イエーイ。終わり良ければ全てよしではないですけれども、良かったです。終わってね、二次会で全員分の応援歌を歌って、個別応援歌がある人の分は全部歌って帰ることができましたが、ちょっと今日はね、動画本編編集する前にね、聞いてほしいことがある。二つある。一つはね、今日みんなと別れをね、惜しんでこういっぱい写真撮ったり声かけたり名残惜しんでね、帰ってきたんですけど、感動しながらね、寂しいなとか良かったなとかいろんなことを思いながら帰ってきたらですね、帰り道運転してたんですけど、信号待ちで止まるときにね、隣の車線にパトカーいたんですよ。なんかまあパトカーだなーって思って、普通にパトカーだなーぐらい思って、信号止まったら私の後ろにピッとついてきたんですね。あ、こっちの車線に来たなーって思ってたら、前の車、何色の何々の運転手さん、左に寄せて止まってくださいってスピーカーで言われたんで、え、私なんかしたっけと思って、知らないうちにこう車線またいでてとか、通行区分違反、いやしてないよなとか、シートベルトしてるよなとか、こう1秒間でいろんなことをグーって考えたんですけど、まあ、止まったんですよ。止まって窓を開けて、すいません、こんばんは、立川警察署ですって言われて、立川警察の方だったんですけど、今ちらっと見ましたよねって言われて、あ、はいって、はあはあ、もうなんで止められたか分かってないんですけど、パトカーと今すれ違ったのは分かってましたかって言われたので、あ、はいはい、見えてましたって言ったんですね、正直に。そしたら、え、チラッと見ましたよねって言われて、いや見たかは覚えてないですけど、パトカーだなーって思ってましたって言ったんですけど、それ以上なんか特に何をしてましたとか言われなくて、で、すいません、今ご自宅に帰られるところですかって聞かれたので、はい、そうですって。別にその後に何聞かれるかも想像ついたんで、まあ見てのユニフォーム着てたんですね。まだ見ての通り野球行ってきた帰りで、西武ドームの帰りですって感じで説明したら、あ、ベルナドームですねって言われて、いやお前らに伝わりやすいように西武ドームって言ってんだけど、訂正しなくていいんだけどと思って、右側にいた警官の方ね、でなんか、ああ、そうそうです、ベルナドームですって言って、野球ですかって、そうですかって、ちょっとなんか納得いただけない感じで、そしたらまた右の方が、え、ちなみに試合の方は勝ったんですかって言われたんで、あ、勝ちましたって。右の方ね、絶対野球好きでしょ、絶対野球好きだよね、右の方。で、何ですかって言ったんですよ。そしたら、あ、お酒とか飲まれてないですよねって言われたから、あ、そういう感じの念のため的な感じかなと思って、でちょうどね、ライオンズって書いてあるプラスチックのカフェラテ持ってたんで、あ、大丈夫です、カフェラテ飲んでます、球場でも飲んでないんで大丈夫です、一応検査してもらってもいいですけどっていう話をしたら、あ、そうですか、大丈夫ですみたいな、で、なんで止められたんですかみたいな、なんでしょう、何か私悪いことしましたかって正直に聞いたら、いや、チラッと見たんでって言われて、え、待って、今時治安の悪い高校生でもチラッと見ただけで絡まれないぞと思って。私はチラッと見ただけで止められたみたいです、どうやら。で、調べてもらっても大丈夫なんで、他に何かありますかって言ったら、あ、受け答えもしっかりしてそうですから大丈夫ですねって言われて、しっかりしとるわ、受け答えぐらいできるわ、と思って。そんなチラッとね、パトカーを見ただけで感動してる最中にね、感動の帰り道の最中に水を差されたっていうね、ちょっとびっくり珍事件があったんですけれども、あともう一つ今日ね、珍事件がベルナドームで起きたんですよ。で、試合が終わって、二次会が終わって、みんなでこう、挨拶したり、写真撮ったりとか、ワイワイしてるときに、知らない方に声をかけられて、って言われて、めっちゃでかい声で、ギャスちゃんでしょって言われて、また1秒間の間に、いや、え、違いますよ、誰ですかとか、え、なんて言おうとか、1秒間でぐるぐるぐるって考えたんですが、とっさに出てきた言葉が、バッカ野郎だったんですよ。初対面の人に、バッカ野郎って声がでかいよって意味で、バッカ野郎って言ってしまう。ちょっとこっち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 って、ちょっと避けて、声がでかいっていう感じでね、とっさにこっちも勝った後でテンションが高かったので、初対面の方にね、いつも動画見ていただいてるのに、バカ野郎って言ってしまって、本当にすみませんでした。でもバカ野郎です。はい。私ね、顔出し
してはいないんですけれども、よく球場にしょっちゅういらっしゃる方に知られる分には全然大丈夫ですよって前から言ってるんですけども、ぜひね小声で影崎さんですよねって、できれば小声で声をかけてください。何のために顔を出してないかちょっと分かんなくなっちゃうんでね、はい、よろしくお願いします。別に普段来てる方にみんな分かってると思うんですよ。動画も撮ってるしね、あれが影崎だろうなっていう風に常連は思ってると思うんですけれども、ぜひね小声でお願いします。小声で、はい、本当にすみませんでした。人間はとっさに言葉にするとね、とんでもない言葉が出てくるんだなっていう風にね、もしかしたら私のねこれ本性なのかもしれないですけれども、はい、見ず知らずの方にバッカ野郎って言ってしまってすいませんでした。はい、この2つがね、警察に止められた話とバッカ野郎って言ってしまった話でした。はい、この後はね今日の現地のリアルな一日を動画にしようかなっていう風に思いますので、よろしければご覧ください。はい、セレモニーとかはねいっぱい動画上げてくる人多分いるだろうなと思ったので、渡辺監督代行のね言葉とかは一語一句きちんと聞こうと思って動画は回さなかったんですけども、現地の雰囲気が伝わればいいかなというふうに思います。はい、今シーズンもねホーム戦はこれで終わりですが、あと1日仙台がありますのでまだ終わりではないんですが、ひとまずベルーナドームの開催終了ということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。勝って終われてよかったです。はい、というわけで引き続きね現地の動画をよろしければご覧ください。最後のベルーナドームでございます。今年はぁ、ね、最後っていう実感はあんまないですかね。こうしてなベルーナドームを見るとこれまでの辛い思い出が走馬灯のように蘇らないですね。蘇らないっす。はい、とりあえず今日は今井投手の受賞をかけて頑張りましょう。はい、振り返るのは終わってからで良いでしょう。最後寂しいですけど、明日からねこの大好きな大好きな大好きなベルーナドームに来れないのは寂しいんですけど、今年はね自分も110試合以上120いかないぐらいね試合を見に行ってやれることはやりきった感が、ありますんで、悲惨なことばっかりで大体勝てませんでしたけれども、なんか寂しい気持ちと同じぐらいちょっとホッとするところもねやっと終わったなっていうのもあるんで、まだ仙台があるんですけどちょっとホッとしてます。こっちものんびりしよう半年、1週間もしたらね野球が見たいとか言って言い出すんだと思うんですけど、とりあえずはよく頑張りました。自分に頑張ったでしょうあげたいと思います。すごいね人がいっぱいいる。今日はチケットが完売してて当日券もないらしいです。最近ね弱いのにみんな見に来てくれるんだ。すごいお客さんがいっぱいいる。なんか弱すぎて人気出たのかなっていうぐらい今年はお客さんが多かったです。後半はありがたいですね。というわけでなんとか今井投手10勝させてくる。あ、やば、今井のタオル忘れた。今気づいた。あ、やっちゃった。
名残惜しくていろんな人と喋ってたらだいぶ遅くなって、これ駐車場が締め出されてるんじゃないかっていう一物の不安を抱え始めました。私、はい、根性の別れみたいな感じでみんなでお別れをしたんだけど、暗い。駐車されてます？はい、まずいでしょうか。ごめんなさい、とてもごめんなさい。急ぎます。いや、誰もいない。やばい。やばい。スタッフに迷惑をかけている可能性がある。すいません。誰かの退勤時間を遅らせてしまって。マジで誰もいない。やべえ。
車で来た自覚は足りませんでした。今シーズンお疲れ様でした。勝てたよ、よかった。まあ、終わりが良ければ全て良しなんて言えませんけど、そうは思いませんけど、負けるよりはいいでしょう。みんなでね、応援歌を歌って帰りました。いや、誰もいない、やばい、ごめんなさい。というわけで、あ、大丈夫、3台ぐらい、2台あるわ、私の他にもう1台あるわ。というわけで、また帰って編集したいと思います。ベルドはね、終わりましたけど、仙台がありますんで、また仙台でお会いしましょう。もう今日は特に感想はない。よかった、えらい、打ちまくった。お疲れ様でした。またね。